こんにちは。神戸女学院大学音楽学部へようこそ。本学では徹底した少人数教育で一人一人に目が行き届くことを大切にしています。一学年が40人くらい、ピアノを専門にするのは十数名です。演奏発表の機会が全員たくさんあるのは大きなモチベーションになっています。また、外国の先生のレッスンや特別講座を受ける機会も非常に多いと思います。この学校に来て驚いたことは、先生方や事務職員の皆様すべてがどんな学生が今どんな状況にあってどのようなサポートが必要かということをよく理解していることです。学生生活を送る18歳から20代は気持ちの波も生まれやすい年頃だと思います。普段から一人一人の顔をよく見ながらその学生さんに合ったケアをさせていただきます。そして神戸女学院の強みは音楽大学ではないということです。文学部、人間科学部、そして音楽学部と3つの学部があり、総合大学のような体制をとっていることで、教育面の充実はもちろんのこと、就職にも非常に有利に働いていると思います。音楽学部の学生さんはフリーランスを除いて5割、6割くらいが一般就職を希望されていますが、5年連続で 100% が就職を実現しています。卒業生は音楽学部ならではの強みを生かして社会で羽ばたいています。また、神戸女学院という大学全体の信頼性、OG のつながりを生かして、金融、航空関係などの企業にも多く就職しています。テレビアナウンサーの有働さんや、政財界で活躍されている方など、著名な OB の方もたくさんいらっしゃいまして、常に注目されている学校だと思います。インターンシップなどの拡大、またアウトリーチなどの活動も含めてですが、企業や地域社会と綿密な連携を強化していくことを推進しております。総合大学の中での音楽学科でしかできない取り組みを今後もさらに充実させ、将来の設計が見えやすい大学になるように、私たち自身もどんどん改革していきたいと思います。また音楽学部では教員免許取得をしっかりサポートしています。毎年数名の学生が中学高校の教員として採用され、近隣大学と提携し小学校免許が取れるようなシステムも構築しています。就職担当の先生からは指導を作成にあたりきめ細かい助言をいただきました。本事業においても良かった点は褒めてくださり、悪かった点は具体的な改善策やアドバイスをいただけたので、実際に母校で実施を行うことにより良い準備ができました。それぞれの希望や進み具合に応じた教育を重視しています。一から丁寧に譜読みから教えてほしいという学生や、どんどんコンサートに出てコンクールに出て演奏家として活躍していきたい学生、あるいは伴奏者として活躍することを目標に合わせる経験をたくさん積みたい学生など、それぞれの目標に合わせたレッスンを行っています。神戸女学院のレッスンの魅力は先生との距離が近いこと、そして自然豊かな素晴らしい環境の中で自身の考えをしっかり持ち、自分の音楽と向き合えるところだと思います。私の表現したい音楽をまず受け止めてくださり、その上で先生としてまた演奏家として多くのアドバイスをしてくださるので、とても勉強になっています。さまざまな専門に取り組めることが学生から非常に高く評価されています。副科実技をさらに極めたい方は第二専攻を持つことができます。吹奏楽オーケストラに加わって単位を取得する学生もいます。またマイナープログラム制度もあります。これは多学科の科目を学べるプログラムです。心理学やバイオサイエンス、哲学、グローバルスタディーズなどの19の分野から1分野を選んで、より深い知識を追求します。これからの時代、分野横断型の幅広い教養と複数の専門性が重要になると思いますので、ぜひ多学部のリソースも活用していただければと思います。
私たちはどうしても競争社会というふうに音楽のことを考えがちですが、実は音楽というものは本当に余裕があって、豊かな心を持たなければ良いものを生み出せないと思います。神戸女学院の環境は森の中に囲まれ、校舎もボーリーズ建築として重要文化財に指定されています。美しいキャンパスに足を運んでいただくと、ここで音楽を勉強することはいかに心豊かにインスパイアされるかということを体験いただけると思います。ぜひオープンキャンパスや夏季講習会、冬季講習会にお越しください。講習会は無料ですが、しっかり個人レッスンを受けられます。皆さんのお越しをお待ちしてます。